こんにちは、まなです。本日は有料コミュニティで失敗をしました。このご報告をしていこうと思います。で、最初まず今回のお知らせの動画ですね。で、背景のストーリーからお話をしていきたいんですけど、2020年の8月ですね。そこから僕は YouTube を通して有料のコミュニティを立ち上げました。概要欄にも貼ってあったので、ご存知だった方もいるかもしれないんですけど、8月からスタートして今まで続けてきたっていう感じですね。それで幸いなことに、そのすごい増減とかもあったんですけど、人数もありがたいことに結構増えていて、それで3000人を超える方ですねが僕のコミュニティ、有料コミュニティに参加をしています。で、かつ、一応売上とかも含めて、多分なんですけど、国内のトップ10には入ったんじゃないかな、みたいな。そういうふうに考えてもいます。とはいえなんですけど、ここから、お伝えしたかったお知らせの本題ですね。で、何を言いたいかっていうと、有料コミュニティ、僕は失敗をしました。それで、どこを失敗してしまったのか、それをちょっと一旦お話をしようと思います。で、結論から言ってしまうと、根付けですね。これで、僕は本当に失敗したと思っています。僕自身、ビジネス経験は結構長かったりもするんですけど、普段から皆さんにも失敗してもいいから挑戦しましょうっていう話をしていて、僕自身も今回失敗をしたので、包み隠さずにお話をしていきます。で、有料コミュニティに関してなんですけど、500円のプランと、3000円のプランですね。それがありました。月額ですね。で、それで、失敗したなっていうふうに僕自身思っていること何かっていうと、多分500円のプランに加入をすると、多分参加者の方っていうのはちょっと物足りないと感じるんですね。で、一方で、3000円のプランに入ると、これはちょっと、難しすぎるというか、ボリュームありすぎるなっていうふうに、多分そういうふうに感じてしまう。そういう構造だったんじゃないかなと思ってます。なので、ここに関してはすごい、謝罪をしたいところなんですけど、特にその3000円の中上級者コミュニティの方ですね、そちらにご参加いただいた皆様には、なんて言うんですかね、この僕が出している動画が、多分有益だっていうことは分かりつつも、とはいえ心の中では、いや、これめちゃくちゃ難しいな、みたいな。難しいけど、でも、ここを頑張ってついていかないとな、みたいな。多分そういうふうに考えていた方が多かったと思います。で、ここに関しては本当に僕のミスなので、申し訳ございません。で、結論から言ってしまうと、現状僕がやっている、その中上級者向けの方ですね。こちらは、多分なんですけど、フリーランスとかで、それで月収50万、60万、70万とか、それぐらいを超えている人がめちゃくちゃ満足する内容だと思うんですね。だから、例えば、これからフリーランス目指したいとか、あと今副業でちょっと稼げるようになったっていう、そういう方が加入すると、勉強にはなるとは思うんですけど、結構難しかったと思います。だから、一番失敗したところ何かっていうと、その根付けの部分なんですよね。で、具体的に言うと、多分、今、3000でやってるコミュニティっていうのを仮にじゃあ1万円にするじゃないですか。で、1万円にして、それでじゃあ会員を1000人ぐらい集めるみたいな。1000人っていうふうに、人数は減ってしまうんですけど、でも、月額1万円だったら、それで一応月の売上は1000万に行くわけじゃないですか。で、こっちの方が多分ビジネス的には正解だったなと思ってます。じゃあここまで聞いた方で、じゃあ値上げするんですかって思うかもしれないんですけど、それはやりません。じゃあ何をするかっていうと、有料コミュニティですね。これを、年内で閉じようと思います。とはいえ、閉じるまでまだ期間があるので、その間はもう間違いなくもう超全力でやります。で、僕自身なんか普段からやっぱりその、お前はお金稼ぎがなんか全て目的なのかみたいな、そういうこと言われたりもするんですけど、正直な本音のところを話すと、お金稼ぎのためだけに、毎日ブログを書く、毎日 YouTube を発信する。で、それだけじゃなくて有料コミュニティでも発信する。で、週末は、2回生放送とかもしてるんですね。で、これだけの、結構な多分仕事量だと思います。で、これを正直お金のためだけにやるのであれば、続かないんですね。で、なんでかっていうと、僕、本当に、嘘偽りなく、月2、30万ってお金があれば、今の生活も維持できますし、それでめちゃくちゃ幸せなんですね。で、欲を言ったら、40万くらいあれば、ちょっとその、貯金もできるし安心かなと思うんですけど、本当にそれぐらいです。だから、その、仮にこれから、有料コミュニティを閉じるってなった間も、その間はもちろん、全力で続けていきますし、無料の YouTube の方ですね、そちらも全力でやりますし、このあたりっていうのもぜひ、覚えておくというか、多少、そのまま鵜呑みにするっていうふうに言わないんですけど、多少信じていただけたらなっていうふうに思います。あと、プラスアルファでですね、
最近入った方とかもいると思うので、まあ、そういった方はもしかするとショック受けちゃうかもしれないですけど、今回その閉じるって言ったので、まあ、とはいえ、最近だと結構その難易度の調整とかもしているんですね。動画多分これぐらいだと一番喜ばれるなっていう場所で、かなり普段の無料の YouTube よりも深い情報っていうのを発信しているので、まあ、全然その点に関しては、多分満足いただけるんじゃないかなと思ってます。まあ、という感じで今回のお知らせですね、有料コミュニティ年内で閉じることにしたので、僕はビジネスで失敗をしました。それのお知らせでした。で、以上が、お知らせなんですけど、ここからプラスアルファで、もう一つ、新しい挑戦をしようと思っています。で、それは何かっていうと、来年からですね、有料コミュニティは閉じるんですけど、もう完全に新しいコンセプトで、サロンを始めようと思っています。で、多分ここまで聞いた皆さん、多分こう思いますよね。うわ、出たよ、また金稼ぎか、みたいな。本当に懲りないやつだなって思うかもしれないんですけど、あとはいえ、ここから話す内容を聞いていただけたらわかるんですけど、僕が作ろうとしている積み上げサロンっていうサロンですね。これは、正直言うと稼げないモデルなんですね。で、稼げないモデルでも、僕はちょっとそこにコミットしていこうと思っていまして、まあ、そこも話そうと思います。で、ちょっといつも通りの感じなんですけど、こちらのツイートをご覧ください。で、積み上げサロンの構想です。で、一つ目、作業を習慣化して継続する場所。で、二つ目、毎週末は作業会。仲間も増やす。で、3つ目がメンバー限定のライブ講義があります。4つ目、ネクラでも徐々に行動してみようという場所。で、5つ目が行動や提案には僕がサポートしていきます。こんな感じで考えています。料金は格安で月額980円の予定、少ない負担で行動のきっかけを作れそうっていう、まあ、こういったツイートですね。で、ここに関しては正直まだ構想を考えている途中なんですけど、あとはいえ、コンセプトだけある程度固まっていて、それが何かっていうと、一人一人が仲間を作り、そして挑戦していく場所ですね。まあ、こういったコンセプトで積み上げサロンをやろうと思っています。じゃあその一人一人が挑戦するってなった時に、じゃあ例えばどんな挑戦ですかっていう話だと思うんですけど、ここに関しては、サロン内で、最終的には徐々に人数を増やそうと思っているんですけど、地域ごとに、区切っていって、それで地域別に仲間を見つけていってほしいんですよね。で、例えばなんですけど、僕の場合は普段から副業で稼ぎましょうとか、自分で稼ぐ力身につけましょう、独立しましょう、フリーランス最高、引きこもり最高みたいな、ネクラ最高みたいな、まあそういった発信をしていて、で、僕のチャンネル見ている多分引きこもりの皆さん、まあ、引きこもり志望の皆さんっていうのは、まあ、ある程度そこにまあ共感するか、まあ、なんかそんな共感してないけど、まあ、なんとなく見ている方いると思うんですけど、まあ、とはいえその現実世界でなんか僕みたいな価値観を持っている人めちゃくちゃ多いかって言われたら、ぶっちゃけかなり少数派だと思うんですね。少数派か、もしくはまあそういった気持ちを持っていても表にあんまり言わないみたいな。まあ言うと、例えばその独立するとかって言うとバカにされたりとか、ブログで稼ぐとか言ってお前には無理だよっていうふうにまあ言われたりするわけじゃないですか。で、僕がやっていく積み上げサロンでは、まあそういったまあ人を否定するような人っていうのは基本的にもう入っちゃいけませんっていうルールにして、で、それでそこの、なんていうんですかね、まあ批判がないコミュニティというか、なんか、消耗しないコミュニティというか、まあそういうのを作っていきたいと思ってます。で、その中で、同じ価値観の仲間っていうのを見つけて、で、最初は仲間がいることによって多分挑戦しやすいんですよね。イベントを開くでもいいし、勉強会開くでもいいし、まあそれこそもうオフ会開くでもいいと思います。で、それこそ僕、大学生の頃とかだと、なんか飲み会の主催とか、まあそれでなんか小銭稼いでいたりとかもしたんですけど、まあそれって結構、まあすごい小さいんですけど、まあ最初の挑戦として最適なんじゃないかなと思っていて、まあそのあたりを、積み上げサロンで考えています。で、それだけじゃなくて、僕自身もその一人一人そのサロンメンバーと向き合っていこうと思っていて、で、具体的にどうするかっていうと、例えばなんですけど、僕がサロンやりますって言って、月額980円ですって言ったら、まあ多分なんですけど、まあ3000人、4000人、まあうまくいけば5000人とか、まあ多分それぐらいの方ばってこう、入っていただける。流れを作ることができると思います。それは、僕自身が、まあ、マーケティング得意ですし、まあ、普段から数字を見ているので、そこは予想できるんですね。まあ、とはいえ、一気に増えてしまうと、まあ、ぐちゃってなっちゃいますし、内部のコミュニケーションを取りづらい。で、僕も一人一人と向き合えないので、なんか、積み上げサロンを始めるってなった時には、200名ずつですね、それで区切って募集をしていきます。で、200名だったら、僕の計算上は全員と向き合えるっていう、なんていうか、想定ができたんですね。で、どうやって向き合うかっていうと、もうズームで繋いで、それで一人一人、一回その歓迎会っていう感じで、その会を開いて、そこで僕は一人一人と向き合っていくみたいな。まあそういうふうに考えています。まあなので、積み上げサロンあくまで有料なので、お金稼ぎが目的なんでしょうって言われたら、まあそれは完全否定はできないんですけど、まあとはいえ、その人数を絞っていって、しっかりいいコミュニティを作っていって、で、それで中の人っていうのがその内部で繋がっていって、その、内部で繋がった人と何か挑戦をしてほしいんですよね。何でもいいです、本当に。で、
心配事とかがあるんだったら週末に生放送しますので僕に相談してください。で、僕はその場で答えます。まあ答えると言っても僕はもう背中とことん押すのでもうやりましょうみたいな。で、それやる際にはこういう風にやると多分うまくいきますねっていう、まあそういうのは僕の経験からアドバイスしようと思います。はい、という感じでちょっと長くなってしまったんですけど申し訳ありません。積み上げサロンの話もしました。で、来年の1月からですね、積み上げサロン始めようと思ってます。で、募集は年明けで、それで、Twitter と YouTube から、で、最初は200名だけで募集するので、正直、まあ多分すぐ埋まっちゃうと思います。まあもし埋まらなかったら、まあ笑ってくださいっていう感じなんですけど、まあただ、徐々にじわじわと増やしていって、それで、まあ批判がなかったりとか、その、まあ平和のコミュニティですね。で、そこで仲間を見つけられて、で、もちろんその980円なので、まあしばらくこう、ロム線っていう感じで、まあ見てるだけで。で、タイミング見つけたらそこでこう積極的にコミュニティ参加して仲間増やしていくみたいな。まあそんな感じの使い方もできると思うので。というわけで以上が僕からのお知らせです。それではここまでご覧いただきましてありがとうございます。それではさよなら。